い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？続きいきますね。のんびりやってますけどね。ダイヤモンドプロ J ね。前回はサムとピンキー親指小指の3ループね、ゆっくりやりましたけど、だいぶほらいい感じの、まあ今日のショート動画でもね、今日だったっけ、まあ、やりましたけど、いい感じのツヤ感になってきてね、楽しみな次第でございますけども、早速じゃあ入れますか。よいしょ、じゃ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 ん、ちゃん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 、はい、寄せましたね。これぐらいかな。はい、で、パーム入れるんだけど、ちょっと吸いとかないとね、吸いときますから、にゃん、あれ、レース新しいのね。はい、で、そう、今日はね、いろいろあってね、まあいつもいろいろあるんだけど、なんとか一日乗り切れそうな感じだけどね、え、ライブストリーム種類やろうと思ったらできなくてね、うん、まあそんな大したあれじゃないから期待してる人も少ないけど、よいしょ、じゃあいきますね。うん、はい、そうそう、これね、結構深い位置まで、指の方までね入ってたんで、これがねすごい奥なんだよ。こんな、あれ、ここね、こんな奥なのよ。よいしょ、ああ、これがないではないか。はい、うん、で、この後の穴がここね。向き気をつけながら。よいしょ。かな、うん、見てるな、よし。で、ここから爪爪ゾーンですね。爪爪ゾーン、穴を間違えないように、こんな感じね。よいしょ、爪爪ゾーンだから、こっちは違う穴だけど、こっちは同じ穴っていうね、パターンですよね。もう一丁、ディリリリリリン、おお、よいしょ、いけるな、大丈夫だな。ディリリ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 
ディ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 ンディディ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 ン。おー、綺麗ではないか。ね。ディディン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 。よいしょ。また同じね、これね。よいしょ。チャララン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 。で折り返し、折り返し、よいしょ。で親指側へ進んでいきます。でここも爪爪ゾーン。どんいきますよん。チャランラランラダン。お、だんだん箱が見えてきたぞ。うん、でここまでつめつめゾーンで、あとは普通ね。それからあーレースの表裏注意してれば大丈夫ね。お、いいの遅だったね。まああのグラブによってね、ここも長さ違うからな、多少ね。うん、奥まで、奥まで来ていたのが確かな、これな。これ、穴どうだったっけ？こっち、あ、そっかそっか、そういうやつだったっけ？こう、来て、ここね、ここまでね。で、ここもう一個通って、で最後あれ、これこっち来てたよね。うん、こっからこっち通ります。これいろいろだけど、こっち出してるようなやつもあるけどね、グラブによりますね。でここだな、深い穴に通す時が多いかな。うん、これが一番近いかな。うん、でこここんな感じね。うん、でここは、あ、いいね、置いといて、でうーん、縛ること後で考えて、この辺かな。で今度はヒールいきますね。こうヒールの入れ具合でね、シェイプもある程度ね、ちょっとこう感じが変わってくるから、そこがちょっとね注意だけど、そんなでも何っちゅうあれはないか。うん、
よいしょ、キュッ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 、はいっと。もちろん順巻きです。で、ここよくね、こういうとこね、確認しといて、通るがな、通らないやなね。あ、抜けちゃった。この辺の端の処理は、あの端って、この端の中ね、グラブによってね、私はやっぱり、あ違うんで、あのその点はね、よく見て、後で切ること考えて、どれしとくか、うん、よいしょ、あれ硬い、うん、ギュ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 、よいしょ、うん、で、ここは中ね、1枚余分に通るから、この辺からね、ここ3枚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 の、ここからまた2枚になるけど、で、ここまで3枚、1,2,3 とね、こうなるから、うん、で、2枚、ここまで2枚で、まだ今度はあのシルバークの方の皮が来るから、ここから3枚ね。うん、どうだ、うん、いいんじゃないですか。よいしょ、おー、ピンとしてきたね。まあこのヒールもね、すいてもいいんだけど、柔らかいのがいいっていう人はすいたりするけどね、うん、今回はヒールの方はすいてないですよ。もう一ついとくか。にゃ。よいしょ。うん。おお。で、ちょっと後処理していこうか。ここ切って、で、ここ切って。それからここね、くるるるるって、これあのさっきのあのパームレースの端ね、よいしょ、
あれ、もうちょっと、あれだな。締めたいね。ちょっと緩んじゃった感じがあるぞ。ギュッ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 と、はい、ギュッと、うん、でここでカット。はい、どうだ、うん、どうですか。まあいつもの何でもないどうですかですけど、そんなこと言われてもねっていうね。おー、こういう感じか。あー、ポケットちゃんと来てるしな。これはいい仕上がりになると思うよ。うん、まあ、あの都度都度ね、こう磨いてますけど、また後のライブストリームでも磨くけどね。はい、じゃあ戻して、今日はあの、まあ、結構味噌になるところね、パームレースとそれからヒールレース入れるところをメンバーさん向けにね公開していきましたけど、いかがでしたでしょうか。なんか古き良きグラブっていうね感じの、いいです。はい、今回いいお仕事をいただきましたね。このラベルに合わせたレースからね、組み上がるのが楽しみです。できちゃったらなっていう感じ。見てください、このポケットの感じ、張りもいいしね、くしゃってなってないでしょ。いいグラフの証拠ですね。はい、じゃあここまでになります。それでは皆さん、3連休お楽しみください。明日最終日ですよ。さようなら。